外食日本一企業の実現、そしてグローバル外食企業へ向けて、フードサービスカンパニーとして成長し続けるコロワイドグループの今、そしてさらなる飛躍へ向けた新たなる挑戦をご紹介します。まずはコロワイドグループの概要です。コロワイドグループは直営フランチャイズ店合わせてグローバルに2600店舗以上を展開しており、年間来店客数は2億人以上です。成長戦略の一環として行っている積極的な M&A により、現在外食企業を中核に国内外62社で構成され、飲食業態と周辺事業により食に関わるあらゆるフェーズで事業展開をしております。持ち株会社制を採用するコロワイドグループ、そのうち飲食業態を中心とする主要な事業会社は4つです。牛角、しゃぶしゃぶ温野菜、フレッシュネスバーガーなどを展開するレインズインターナショナル、大戸屋ご飯処を展開する大戸屋ホールディングス、ステーキ宮をはじめ郊外型目的性の高い業態を展開するアトム、回転寿司のパイオニアかっぱ寿司を展開するかっぱクリエイト、これら主要4社レストラン業態を中心とした事業ポートフォリオを形成しております。焼肉チェーン国内ナンバーワン店舗数を誇る牛角、既存店の大型改装を積極推進、郊外型フードコート型と多様な出店を進めており、北米やアジアなど海外でも積極的に展開を広げております。しゃぶしゃぶを食べ放題の新たな文化として定着させたしゃぶしゃぶ温野菜、さまざまな種類のお出汁を期間限定で提供することで国内外で広くお客様にご好評いただいております。素材と店内調理にこだわる定食メニューが人気の大戸屋、定食屋チェーンのパイオニアとして新たにショッピングモール内のフードコートモデルも確立、大戸屋ならではのメニューの強さを生かした店舗展開を続けております。うまいにこだわったメニューを提供するかっぱ寿司、お手頃価格で楽しめる一皿100円商品の拡充や贅沢感のある厳選した寿司ネタの提供に加え、他社とのコラボレーションによる共同開発や監修商品を通して寿司以外の商品でも品質の向上を実現し、多くのお客様に実感していただいております。宮のタレでおなじみのステーキ宮、おかげさまで創業から50周年を迎える2025年、これからの未来に向けたさまざまなプロジェクトを計画しており、コラボ企画や懐かしの人気メニュー復活など、これまでの感謝を込めたさまざまなキャンペーンを始めております。大人がくつろげるバーガーカフェ、フレッシュネスバーガー、美味しくて体にいいものを丁寧に手作りすることにこだわった商品をいつも提供しています。創業以来うまいを探求し続ける手作り居酒屋天太郎、誰もが好きな定番に一工夫加えたお料理や親しみのあるサービスを提供し続けております。中期ミッションとして取り組んできた給食事業、さまざまな拠点を自社で開拓することにより運営ノウハウを獲得してまいりました。病院・介護施設向け給食のノウハウを保有する株式会社ニフスを2024年3月グループに迎えております。今後はヘルスケア分野における事業拡大を目指してまいります。次にコロワイドグループの強み、戦略の一端をご紹介します。
コロワイドグループは独自のマーチャンダイジング戦略によってお客様への提供価値の最大化とグループシナジーを追求しております。全国で10の工場やセントラルキッチンが稼働しております。その中でグループ全体のマーチャンダイジングの中枢を担っているのがコロワイド MD です。コロワイド MD では研究開発から原材料の生産、調達、製造、そして物流までを一貫して管理。これにより安全安心な食材と業態ごとに差別化された商品メニューの提供が可能となるのです。今後もグループ全体の購買力の活用と内製化による価格の低減、そして安全安心の基準によりお客様の体験価値の向上とグループ収益の最大化を目指してまいります。次に中期経営計画コロワイドビジョン2030についてご説明します。国内外食を取り巻く環境変化はより厳しさを増しており、国内での成長の機会は限られる可能性があります。このような状況の中でコロワイドグループでは国内外食事業、海外外食事業、給食事業と3つの分野での成長ビジョンを描き活動しております。国内外食事業を事業基盤としつつも今後のマーケット拡大が見込まれる海外外食事業と給食事業の成長により2030年3月期に連結売上収益5000億円を目指しております。ここからは3つの事業の取り組み状況についてご紹介します。1つ目は国内外食事業についてです。消費者の新しいライフスタイルに合わせレストラン業態を郊外、ロードサイドへと積極的に出店しております。さらに既存店舗に対しては店舗改装、リロケーション、業態転換などの投資によりさらなる拡大を図っております。一方で M&A による新たな成長軸の獲得も進めており、御用邸チーズケーキで知られるチーズガーデンや国内ナンバーワンブランドともいわれる洋菓子店クリオロなど顧客価値の高いスイーツブランドを保有する株式会社日本メーカー総本舗をグループに迎えました。これによる事業領域の拡大を目指しており、国内主要都市や海外への展開を進めてまいります。次に海外外食事業についてです。今後のマーケット拡大を見込んでいる海外外食事業、将来的な成長が見込まれる地域の中でも北米や ASEAN 地域を中心に牛角、大戸屋、そしてかっぱ寿司の新規出店を進めております。また新たな地域への進出に向けても準備を進めております。2024年4月に中東ドバイにおける有力企業であるチャイニーズパレスコーポレートマネジメント社と合弁契約を締結し、レインズパレスミドルイースト社を設立しました。中東の人口が今後も増加すると予想される中で、2024年内にドバイにおいて牛角を出店することを予定しております。これを足がかりにして UAE 以外の中東地域にも進出し、2030年3月までにこれら中東地域において焼肉、寿司などのレストラン事業を新業態も含めて55店舗を出店展開していく計画です。3つ目は給食事業についてです。2035年問題とも呼ばれる少子高齢化による社会課題に関心が高まる中で、病院・介護施設における給食に注目が集まっております。2024年3月病院・介護施設向け給食受託事業を営む株式会社ニフスをグループに迎え、
ヘルスケア分野へ本格参入しました。さらに外食と給食のノウハウを融合した新形態の給食事業を作るため、中京地域を中心に給食事業を展開する日本ジェネラルフード株式会社と合弁契約に基づく新会社、株式会社ハートフルダイニングを設立しました。そして2024年6月、全国で病院給食、高齢者施設給食を受託運営するソシオフードサービス株式会社がグループに加わりました。これによりコロワイドビジョン2030の達成を目指すとともに、超高齢化社会における課題に対して向き合い、社会貢献となる活動を進めてまいります。加えてコスト上昇への対応も進めており、上昇を続ける原材料価格への対応として、コロワイド MD 研究所では産地や品種の選定、使用アイテムの共通化など、コスト削減と品質向上を両立させる取り組みを進めております。物流についての課題に対しては、配送拠点の集約や配送頻度の最適化に取り組むことにより効率的な物流計画を進めております。人手不足及び賃金の上昇という課題に対しては、適切な配置による人材の活性化と適正な労働時間管理、加えて配膳ロボットやスマホオーダーなどを活用した作業の効率化にも取り組んでおり、提供価値を下げることなくコスト上昇への対策を進めております。続いてサステナビリティ経営についてです。私たちは企業理念である、すべてはお客様と社員のためにとの考えのもと、食のインフラの担い手として、社会の持続可能な発展への貢献と企業価値の向上を目指しております。重点的に取り組む重要課題を5つのマテリアリティとして設定し活動しております。地球環境への貢献のため、 CO2 排出量を2030年度までに 50% 削減する取り組みを進めており、主力5工場に設置した太陽光パネルや店舗への配送効率化などの取り組みも進んでおります。さらには食品リサイクルにも取り組んでおり、全工場における食品リサイクル率 100% を達成。店舗の配食用油を国産SAFの原料として供給する取り組みにも着手しております。次世代食材普及へも継続的な取り組みを進めており、食の安全安心、働く仲間の成長と多様性の尊重、地域社会への貢献についても新たな取り組みを加えながらも持続的に活動をしております。今後もこれら5つのマテリアリティの考え方にのっとり、持続的成長に向けた取り組みを進めてまいります。すべてはお客様と社員のために、社名に込められた4つのファクター、カレッジ、勇気と、ラブ、愛と、ウィズダム、知恵と、ディシジョン、決断と、この4つの精神を従業員一人一人が胸に刻み、コロワイドグループはお客様や株主の皆様と共に成長し、外食日本一企業の実現、そしてグローバル外食企業へ向け、これからも躍進してまいります。